これさん、はい、その香ばしいボックスは何？これうわこれ僕のねミノーボックスレギュラーです。一軍レミノーがここに入ってます。これ、はい、この先、まあ、音楽川の試合があるんですけども、それにも持っていくし、まあ、春必ず持っていくミノーの2021年バージョンのレギュラー、レギュラー一軍ミノーです。冬の間いろいろちょっと、まあ、入れ替えしてそうですね、いよいよトーナメント進出スタートに向けて、はい、選抜された。そうですね、ちょっとそれは中見せてもらってもいいでしょ。これ一応ねプラクティスバージョンなんで、はい、同じカラーのものはあんまり入れてないんです、はい、それたら追加するんで、そのカラーを。うわはい、これね、上からいきましょうか、はい、爪をワンテンジュニア一番これ多いです、はい、これが一番ジャークで左右に飛んでくれて、はい、まあ上下じゃなしに左右に飛ぶっていうこのブックハンガーが2個についてるんでね、はい、で、これが横に向きについてるからフックが左右に触れるからジャーとした時にこれちょうど後ろから見てるとこういう風に横に飛ぶ、はい、こうじゃなくて横に飛ぶっていう、はい、まあ、バスの目線レンジを変えずに狙えるんで、はい、まあ、とっても戦略的なミノーです、はい、これ出番多いですね、リザーバーでは特にっていうミノーです、はい、だからまあ同じところに5番線、ジュニアがいっぱい入っていけば、ちょっとカラーが同じのを入れないようにしてるんで、はい、だからこれがね、プラだから、はい、まあ僕の大好きなジュアリックトメキンからそれをマージして作ったこの冒頭シークレットから、はい、これが水濠バカセ、はい、これも結構バッキーボーサルの水濠バカセ、はい、それから、まあ、弱った魚を演出しているデッドリーフィッシュ、はい、まあ、それから水濠シークレットっていうから、はい、それからクリアボーターに強い暴走バカセですね、はい、まあ、こういったちょっと自分のオリジナルカラーコンクルージョンカラーのワンデージュニア中心にワンデージュニアがここに入って一番上のです。はい、あとちょっと違うところですね。ああ、はい、ちょっと古い X95。 そうですね、X95 結構僕の好きなミノだったんで、ローリング主体の動きの、そうです、そうです、ジャンプさせるんじゃなしにジャンプした時に、まあ、直線的にブルンブルンブルンっていうダートができるミノで、はい、まあ、革とか強いですよね、これね、はい、流れが出てきたらわりかし左右に飛んだところで流れに押されて、ジュニアだと軽いなっていう時にこっちの方が重たいジャークができるんで、はい、まあ使い分けたりするために持っていってます。金黒系と銀ギラ系をとりあえずこの2つで、系統的にはその2色に分かれますね。まあちょっと赤オレンジ系とシルバー系っていうのに僕は系統的に分かれていきます、はい、シルバーは何色か使い分けるからっていう感じで、はい、シルバーゴースト系と抜けてない系に使うわけですね。小堀さん、その一番上の段、はい、あのワンテンジュニアシリーズがみんないて、はい、今年なんかワンテンジュニアの派生モデルがなんかアナウンスされてたと思うんですけど、はい、どれ？もう一段飛ばしちゃいますけど、これですね。わー、これが、はい、これね、もう見るからに釣れそうでしょ、これほら。これがプラスワン。そうです、まあ、ワンテンジュニアと同じ、これフックハンガーが横になってるタイプで、横方向にダートするんだけども、ワンテンジュニアでもプラスアルファレンジが、はい、ワンテンジュニアは実際90センチぐらいしか潜らないんですよね。90潜ってるかなぐらい、はい、それよりもうちょっと深いところまで攻めれるかなと思ってるんで、ちょっとあったかいところから急に冷え込んだ時とか、はい、ブレークの下まで探りたい時にはこいつが結構来るんじゃないかなと思ってます。これね、ありそうでなかったんですよ、このサイズのロングビルミノ、ね、はい、これ切れもすごいいいし、ただ巻きしててもプルプル感がすごくハビッチで楽しい色はですね、関東で使いたいサイズか。そうですね、これね、関東だったら亀山とかは多分浮かした方が食わせやすいと思うんですよ、はい、下で直接食わせるとしたら高滝とか、はい、高滝だとこれをちょっとボトムとか護岸とかに当てていく感じで使ってもらうと、はい、行くんじゃないかなと思ってます。最初のプロトの段階ではこれとこれ送っといてって言った。あ、でもシラウオっぽいからもうこれ実際商品入ってくるのか分かんない、うん、はい、まあ、こんなのでセットしてるよーって、はい、まあ、もちろん真冬も絡んだんで、ちょっとまだその魚の方は、まあ、
秋口になびきかけた程度なんで、はい、あの冬はちょっと釣れないですけども、これからも春にかけてどんどん出番出てくるんじゃないかなと。あの釣れるワンテンジュニアに、はい、ついにサイズ展開ってことで覚えておけばいい。そうですね、まあちょっと本田川の試合なんかで身のバタンがあったらこれ武器になるかなと思ってるんで、ちょっとここに行かないとおっしゃってでそれの上の段がその兄貴分の、はい、まあいわゆる名作ワンテンですね。これ全部オリジナルワンテンです。オリジナルワンテン張り切らないから他のところにもちょっと散らわってますけど、オリジナルワンテンの、まあ、コンクルージョンカラーを中心に、まあ水郷若杉テッドリー、はい、それから暴走シークレット、はい、で大西暴走若杉、まあコンクルージョンカラーを中心にまあ揃えてます。でまあ意外とこの中で注目して、あ持ってきてないな、あのね、秋口は落ち合いってカラーだとそれ必ず持ってくんですけど、これもね僕オリジナルで作ったカラーの全体の前にこのカラーは、はい、あいいでしょ、これね、これがここになってできたのがこれね、はい、暴走若さに、まあ、こう透明な面これ透けて見えるんで分かると思うんですけど、透明な面が多いから、はい、バスの視覚的にはちっちゃく見えるんですよ。だけどボディ大きいから水押しは強いっていう、はい、要はコアカラーとかそういったものに近い、カラーリングで、はい、今こうやって見てるとこれぐらいの若さに見えるじゃないですか。そうっすね、はい、じゃあバスはこれぐらいの若さとかで食いに来る、はい、でも水が強く押してるからどっから魚集められるっていう、まあそういうギミックの入ったカラーリングですね。ワンテンの波動を出しつつ寄ってきたらクワタのシルエットに見えるっていう、クリアウォーターでぜひ使ってもらいたい。まあそれの元になったちょっと黄色っぽい色、それも小森さん元ネタだった、ね、これ僕作ったんですよ、カラー、はい、ほうほう、これもプロトでねやったカラーです。とってもよく釣れる、はい、釣れた、これ亀山に実績とかありますね、はい、まあこれの原型になったから、これは売ってない、売らなかったからかな、ボスになったやつかな。だけど、ちょっと僕は中のオーロラ感が気に入ってるんで、はい、持っていってます。背中の精霊性も良さそう。いいですね。で、まあでも、あとは昔出してもらった、コモリンコパワーショット、はい。はい。これなんかも、やっぱ、マキオだけよく使うし、はい。で、また、まあ、どっかから出てくるかもしれないけど、ああ、分かった。これ、このパーチカラーとか、オイカワメスとかいうカラーがいろいろあるじゃないですか、はい、その縦線形のカラー、はい、それがこのセットリーフィッシュのヒットになりました。なんでこうマスがいないところでパーチカラーでよく釣れるんだろうって、やっぱこれがブラックマークのように見えるんですよね、魚がルアーは水中で激しく動いてるから、そんなのパワーマークだとか確認できないじゃないですか。だからそういう鱗が剥がれてて食いやすそうとか、まさに直感的にまあ口入れてほしいから、こういうそれをゴリゴリに表現したっていうか、より出しやすくして、しかも赤っていう一番目立つ色で、はい、モザイクカラーに塗ってもらったんです。赤が入ってることによって血まみれじゃんっていう、はい、これちょっとピントずらして、スイッチだからピントずれるから、はい、ピントずらしてこうやってやってると、ほらよりリアルに見えてきますよね。はいはいはい、こういうのいますよねっていう、こういうのいます、ね、ボロボロになってこういう浮いてる魚いますよね、はい、これを作りたかったっ、狙われちゃうやつ、はい、このカラーとか、まあ、あとはノーマルの、ノーマルのっていうけど、まあ、これが一番綺麗に見える、はい、一番そのスタンダードなカラーですよね、はい、よくみんなが使う、はい、これもねすごくよく実績のあるカラーで、必ずこの、はい、できます。何も考えたくない時はこの色です、うん、まあワンテンのオリジナルがここに入っていて、この下はワンテン、さっきのジュニアプラスワンと、これはワンテンでもちょっと違うワンテン、あ、あったあった、さっき言った落ち合いは、あれはこれ違うな、違うワンテンさん、違うワンテン、はい、これがね僕の好きな、これ給与しながらで準優勝した時に使ったカラーで、落ち合いっていうカラーなんですけど、はい、これのあ、はい、リップが可変するやつ、はい、リップが可変することによってより遠くまで飛ぶんですよ、はい、まあ、この後でちょっと見せる LBO っていうのが今あるから、このリミックもそのな、あんまり距離を生かすにはそっち使った方が良いんで、最近投げなくなったんですけど、このカラーが好きなんで持ってってます、はい、あとこいつたまにね激しくジャックするとリップが抜ける時あるんですよ。で要は抜けるっていうか、ダンダンダンって抜けてシュポンって、あ、はいはい、それがねまた他のワンテンにはないアクションを出せるんで、スーパーイレギュラーが、そうです、だからすごく効果がある時があるんで、
はい、この可変ビットのやつも必ず持ってきます、はい、で飛距離重視だったら今は LBO スプーンのこれですね。これはもうあの逆風の中とかも風強いっていう予報だったらこれに変えちゃおうかなと。あとはロングキャストがディスタンスが必要な時とっていうために持っていってます、はい、まあそうですけど霞ヶ浦の逆風に向かって投げるような北浦のパターンの時は結構効果を発揮してくれるんじゃないかなと思ってます、はい、LBO2 は本当に投げやすいですから。あとはワンテスクエアビル、これ意外とみんな知らないでしょ。スクエアビル海用の形ですよね。いや海用っていうわけじゃないんですよ。あの普通の安全が立派な先端が丸いに対してこれスクエアなんです、はい、角張ってるんです。角張ってる方がよりワイドな動きが出せるんですね、はい、水を逃がしてる面が少なくて強く水を当てるから、はい、よりワイドなジャクターとした時にバーンバーンってよりワイドな動きを出すことができるんで、ちょっと強いロケーションが必要だなと、はい、もうガンガンボイルしててベイトがでかいっていう時はこっちの方が強い魚を集めることができるんで、はい、これラインナップ普通に今持ってるんですね。はい、で強い使い方をしたいからちょっと強めの色を持ってきてるっていう。あ、強めですね、はい、赤の差し色も多いし、はい、これもちょっとお茶系のカラーだけどちょっと強いですよね、はい、ゴーストカラーじゃないんで、はい、っていう強めのカラーをあえて持ってきてるっていうのが、はい、まあワンテンスクエアビルですね、はい、スクエアビルのねコモリン、あのコモリンオイカーメスとかあったんですけど、はい、ちょっともう在庫はなくてレアだから持って置いてきました、はい。でさらに下の列が、はい、下の列がですね、これ完全ちょっとオリジナルもちょっと飛んでるんですけど、はい、まあ完全マグナム、マグナム強風下で風下に向かって投げて風に乗して遠投してでっかいジャックで出したい時、はい、とか、リザーバーのバックウォーターのサンダーバーで一発目投げたい時に使いますね、はい。これ亀山でもすごい実績のあるミノですよ、はい、まあ、ビッグミノですよね、はい、マグナムはちなみに僕サスペンドしか持ってません。 SP しか多分ないと思います、はい、あの SP の方が好きです、あ、そういう理由です。はい、はい、で、あと横にあるのはさっきのシリーズ、FX9 ですね、はい、まあリップがこれはトップオーダーじゃない方のタイプのミノで、これもさっき言った抜けるアクション、はい、頭に混ぜれるので、はい、とってもちっちゃい小魚乗ってるっていう効果的で、その普通のミノをパン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 なのに出してパンパンたまにシュポン抜けるんですよ、はい、この抜けた時に食ってくることが多いです。なのでこれ、まあ、必ず持っていってます、はい、で、一個これ B シリーズが入ってますね。これ有利なのでポインター、これ思い出のルアーです。これね、この色が好きなんですクリーン、これプロブルーっていうカラーだと思うんですよね。プロブルーそんな色抜けた、はい、これね、今でこそ、まあ、あんまり普通になっちゃったしもうビューブリーズの分も終わっちゃったけど、はい、俺プロになってすぐの頃すごい仲良かった知り合いが石本さんって方がいて、その方が高滝でむちゃくちゃ強かったんですよ、はい、で、まあ、JB 経験者だったんですけど、多分ビューブリーズの早巻きってその人が最初ですよ多分、まあ、圧倒的に強くて2年連続その時期は優勝して3年目も準優勝かなんかして、ボコボコに僕も世の中に釣られて、でも何やってるか全然やっぱ僕も教えてって言わないんで見せてもらえなかったんですよ。その人が使ったのがこのカラーのビューリーズで、でこれはまあそれぞれ教えてもらったので持ってるかなって、はい、でこのポインターはこのカラー確かなかったんですよね、はい、取り寄せてもらったんだけど、あ、これビューリーズって書いてから後で出たやつかもしれないですね、はい、ポインターを大量に取り寄せてもらってなんか当時は使ってましたね、はい、まあお守りのようにそのミノを、まあ、ミノを教えてくれたってわけだけど、こういうパターンがあったことを思い出すようにミノリーズが入れてます。ここだけ入ってるんです、ね、はい、これはね、でも下のは結構入ってます、ね、はい、はい、下のダウンは、はい、これはね、去年のパサーウルフスタークラシックで大活躍した X80 のジュニアです。これはね、X80 の、まあ、ダートして使うっていう使い方じゃなしに僕はただ巻きとして、はい、使ってます、はい、これもコンクリ上から、出していただいたんで、はい、コンクリ上から中心に持っていってて、まあ、なんで去年で、朝倉で使ったのはこの2色クリア系の、はい、はい、で試合で使ってたらじゃあこっちなんですよ、はい、天気が良かったから、はい、天気が曇ったらこっちを使うと思ったんですよ、はい、コットンワカスギだったから、これその微妙な使い分けってなんか本当両方透明だし、はい、背中の配色がこれ、ね、
ピンク結構目立つんですよ。その微妙な差を大会中に微調整して、そうです、あの霞ヶ浦の水だとこのピンクがかなり目立ってしまって晴れてると強すぎる感があったんですよ、はい、で実際には僕はこれで釣ったんですけど、はい、そこでバスが食ってるものはもっと弱い魚だったと思うんです、シラウオみたいな。だから弱い泳ぎを演出したくて、これをできるだけゆっくり引きたくてベッドタックルもあの時ギア比を落としてたんですよ。それが工夫をしたんですね。なのでやっぱ晴れてしまうとよりおとなしく、曇ってくるとちょっと目立たせてここだよって教えてやる。で曇った方が稼が高いですから明るくした方が食ってくる。でもちっちゃい試合は晴れてたからこっちがメインになっちゃったんです。でこの2色をかき集めて僕はあの時使いました。この辺はもうさすがというかもうもっと銀ギラ銀か透明かとか、はい、そういう大幅な変化考えちゃいがちですけど、はい、この背中の配色の微妙な差だけでアジャストしていくっていう、そうですね、繊細なカラーローテーションが。だからさっきあくまでもこれ、うん、プラクティスボックスって言ったじゃないですか、はい、この中から実際試合でじゃあ使うものがどれかってなった時は、例えばよし今回はワンデーのボタンあるな湖に、はい、でまあ感じ的に、まあそれは感じなんでね、はい、まあこのニュアンスにこれがいけるなって思ったとしますよ。だったらこの軽色から今度また細かく分けるんですよ、カラー。そうです、これとこのこれとデッドリーとか、いやもう単純に銀ギラ銀だったらもう銀ギラ銀で1個持ってるぐらいなもんなんですけど、これ系統的には全部一緒で、まあやや透けるけどほとんど透けない、銀側面の順番に言ったらもう見ての通り、あのこのこいつこれが一番あの目立つし、徐々に目立たなくなりますよね。これをコンディションによって使い分ければいいっていう感じなんです。すごいよ、はい、これはあのここに詰める前の段階、これ、はい、今日そのバサクラの話をしたのはバサクラを詰めた後の話をできる状況だから、はい、実践に投入して、はい、いやちょっとあの改め持ってるんですけどちょっとびっくりしました。あのね、僕ぶっちゃけってライトリグのイメージが強いと思うんですけど、はい、ハドルは嫌いじゃないんですよ。特にミノートップウォーターシャロークランプは、はい、僕得意だと本人は思ってるんですよね。使い分けるときは本当に細かく使い分けます。マームより細かいかもしれないです。まあこれはよく使います、はい、まああとはこの小森系のカラー、コンクルージョンカラー系ですね、これも使っていきます。はい、これはビオリーズが入ってますけど、はい、これがまさにさっき言った石本さんという方が使っていたカラーそのままなんですね。それを教えてもらって、その時に手に入れ、教えてか、はい、仲良くなってから教えてもらって、はい、その時に手に入れたやつで、これもまあ教訓画面入れてるっていう感じで、もう一個のビオリーズはこれ、ね、ちょっと潜ってくれるんですよ、レンジが。あ、ロングリブラン、はい、このワンテン、X80 ジュニアよりもプラス多分40センチくらい潜るんですよ、はい、なのでまあ、なんかあったら1個入れとこうっていう感じ入れてるだけです。まあ、今回なんかワンテンジュニアプラスワンが出たから、はい、そういった意味ではもうメガバスでコンプリートするんだったら、もしかしたらまあ小森さんの強い要望とかがあればそのうち80ジュニアプラスワンとか、そうですね、そんなのを見てみたいですよね、はい、システムシャッターが欲しいっていう要望を出してるんで、はい、まあ僕が誰かやるかもしれないし、はい、あの会社としての構想では、はい、システムシャッター多分出てくるんじゃないかなと、はいはい、持ってます。で、あとはですね、こうちっちゃいミノ、こっちちびミノちゃん、これは X70、これはスタンダードなスピニングミノですよね、はい、僕が結構ミノで重視してるこのフラット面、強いフラット面、はい、で細身のシルエット、はい、まあ、これを生かした完全な食わせミノだと思います。まあ、スピニングでやるんだったらこれもう火花で特に強いですね、これは。それから、まあ、これ何色か。やっぱ透明と銀ギラ銀を持っていて、それから、これが X55。これもね、ヒバルですごい実績があるんですけど、これもね、ストリームとノーマルがあって、はい、ちょっと重たいのもあるんですよね。はい、それを2個ずつ多分入れてますね。で、まあ、正直軽い方しか使わないんですけど、はい、女が川なんで、はい、まあ、流れがあった時にこういうちびみの、はい、その、また川だからね、どんな魚が残ってきてるか分かんないじゃないですか、はい、こんな小魚が溜まってたら、マッティというのもあるんで、はい、まあ、流れがあってそういう状況があったら重たい方を使おうと思ってストリームの重たいやつも持ってきてる
チリミノ系がここです。はい、これ、火原に行くと、まあ、割合的には、この辺がもっと多くなって、はい、ワンテンジュニアはちょっと少なくなるかなっていう感じになると思うんですよね。はい、湖によって入れ替えてくるんですけど、これ春のとりあえずレギュラー。で、今回、はい、九州方面に出発、間もなくっていう時で、はい、こういうセレクトだよ。そうです。これプラス、まあ、呼びるわっていうのを、はい、ごちゃっと、はい、でっかい箱に入れて持ってくんで、はい、これを船に積んじゃうやつです、はい。まあ、今日の亀山ダムでもこれ積んでて、はい、まあ、亀山ダムでも全然使えるラインナップ、はい、なので、まあ、亀山ダムだったらこれシャットをもうちょっと入れていきたいじゃないですか、はい、シャットとか愛知とか、はい、プロップとか、そしたら別のケースに入ってるっていう感じです。で、X80Jr. あるけど80はないじゃないですか、はい、80はシャットに入ってますよ。シャットボックスに入れるんですね。そうです、浅いシャットだと思ってます。あれはあれが使い分けているのが、僕は、シャッティング X の7号っていうのがあって、はい、それと80ジュニアを使い分けてますね。ただ巻きだったら7号、はい、ジャックするんだったら80っていうような、はい、僕のスペシャルワンテンボックスに、ジュニアプラスワン今年から増えます。まあこれでほぼミノーというジャンルは僕の中ではもうコンプリートされたかなと。まあ、さっき言ったジュニア、80ジュニアのちょっと潜るやつがあったらなおいいんですけども、それがシャットの、ね、領域に入ってしまうので、ミノーという領域ではこのボックスでコンプリートかなと思ってます。ぜひぜひコンプリートしてください。